夜行小学校の4年生が夜行アイネットの一員として自分たちが住んでいる町の人と関わりたいという思いから、総合的な学習時間を活用して自分たちが地域でできることについて考え実践していくことにしました。そこで綿花を育てる活動、グラウンドゴルフ、ラジオ体操など地域で行われているさまざまな活動に参加し、地域住民との交流を広げてきました。夏休みが明けてクラスで話し合いを行い、吹き矢を通して地域住民とのつながりを広げようと決めました。早速吹き矢の道具を揃えて令和4年11月から吹き矢の練習を開始。感染予防対策をした上でみんなで練習をしています。撮影時には講師の先生に教わりながら、地域住民の諸星さんと一緒に和気あいあいと吹き矢を行いました。吹き矢を一緒に行うことで自然に子どもたちと諸星さんとの会話も弾み、楽しいやり取りが教室内に広がります。時には参加している地域住民や講師の先生に積極的に質問をしながら学びを深めています。アイネットにふさわしい、こんな吹き矢ってつながれる活動って言ってくれた人がいて、みんなどう思ったの？いけそう、いいなと思った。皆さんね、本当にね、今まで勉強してきたと思うんです、思ってるので、あの先生が来て教えてくれるよりは前からある程度のことは知ってたのか、よく皆さん できてましたね。なんか楽しそうにやってるので、またこれからも長くお年寄りになってもこれはできることなんで、長く続けていけたらいいなっていうことと、まだ夜行の人は知ってる人がいないから、ね、あなたたちが夜行の皆さんに普及して教えてあげていただきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お互いに助け合ったり支え合ったりできる、早く情報が手に入ったりするので、協力したり助け合ったりすると自然とつながれるなと思いました。危ない時にも助け合えるから、つながると仲良くなれたりするので、すごく大切なものだと思います。ずっと仲良くできることだと思います。友達と支え合ったり助け合いのできる、喋っていると自然とつながりになっている気がします。みんなが幸せになり、そのつながりをさらにつなげていく、人と人が つながり仲良くなることだと思います。同じことを目標に頑張っていくことだと思います。支え助けることができることだと思います。人と人が協力して危険な時や困っている時もみんなが笑顔でいられることと、相手と相手がつながれることだと思います。つながりがなきゃ人生楽しく生きていけないと思うので、知らない人とでも仲良くなったら助け合いなどできるからです。ゴールに球を入れることだと思います。助け合い、支え合い、協力することだと思います。みんなが嬉しくなるようにだと思います。みんなが仲良くつながれることだと思います。人と人との信頼関係や友情関係が生まれると思ったからです。私たちも仲良くつながってもらえると思っています。人生にとって大切なものだと思います。教えてもらったことをさらに知らない人に教えることだと思います。心と心のつながりだと思います。協力し合うことだと思います。人と人の心がつながることだと思います。人と人との友情、つながって支え合うことだと思います。友情という鎖でつながれた、一緒に支え合ったり助け合ったりすることだと思います。友達となることだから大切なことなんだなと思いました。喋ったりして助け合ったりすることです。夜行小学校には渡辺会長、諸星さんをはじめ学校の教育に携わって喜んで携わってくださる方がたくさんいます。その方々に囲まれて学習できる子どもたちは本当に幸せだなというふうに思っています。その方々との学びの中で子どもたちは実社会とのつながりを持って
課題解決に本気になったり、またその解決の過程で、自分たちに対していつも温かい眼差しを持ってくれたり、温かい思いで接してくれる地域の方々と接することができて、子どもたち自身が自分たちで暮らす町への愛着を深めるというふうに思っています。今後子どもたちは吹き矢を通して地域の方々と自分たちがつながる、地域の方々同士をつなげる活動を続けていきます。今まで支えてくださった方々へ感謝の気持ちを今子どもたちは持っていますが、これからもその気持ちを高められるように、子どもたちと一緒に私も活動していきたいなというふうに思っています。以上、いい先生風でした。